続いて新加入選手からのご挨拶でございます。選手の皆様は名前を呼ばれましたらその場にお立ちください。まずプロフィールをご紹介いたしますので、その後サポーターの皆様にメッセージをお願いいたします。では参ります。まずは1人目ミッドフィールダー神正隆選手。中学高校の6年間をフロンターレのアカデミーで過ごし、大阪の阪南大学で進学。1年から試合に出場すると、豊富な運動量と当たり前のパス転送を武器に中盤で活躍。自身も関西大学リーグアシスト王に輝くなど輝かしい成績を残す。クラブ史上初めて大学を経由してのトップチーム入りがスカウトから報告されると、事務所内にいたフロンターレスタッフは大きな歓声を上げて拍手喝采だったのか、まさにフロンターレファミリーが待ち望んでいた選手です。お帰りください、カリ選手。それではカリ選手、サポーターの皆さんへ挨拶をお願いします。皆さんこんにちは。大学から来ました神正隆です。中学高校と6年間お世話になったチームに再び戻ってくることができて大変嬉しく思っています。中学高校の時からずっとフロンターレでプロになりたいっていう憧れがあって、轟のピッチに立てることを一日でも早く叶えられるように頑張っていきます。またサポーターの皆さんと共にチームの勝利、タイトル獲得に向けて頑張っていきます。応援よろしくお願いします。